はい、今日は天明寺チャンネルってことで、井上裕介さんを招いて第1回目の、まあ、撮影ってことになりましたので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は午前中弁財天の集いということで、ごま堂でいつもの通りマジック説法をやっていただきましたけども、反響はどうだったですか？ああ、そうですね、もうでも、まあ、天明寺さんでやらせていただくときは皆さんこう温かい方ばかりですので、また関西とは違いますけれども雰囲気よくさせていただきました。思った以上にたくさんの方お越しでびっくりしました。そうですね、もうだいたいチラシを3万部ぐらいもう現在巻きましたんでまあその効果にするとちょっと少ないような気がしますけど、でもコロナ禍ですんで、まあ、こういった YouTube のチャンネルで見ていただくのがね、一番効果になるかなというふうに思います。思えば出会いっていうのはもう今から十何年前になりますけど、僕はもう二十歳前後の時だったと思います。今いくつですか？今31です。31ってこと、もうじゃああれから11年ぐらい経つわけですよね。はい、僕がその当時まだ結婚したての頃だったんで、今48ですからね、そう考えると本当に早いなっていうふうにね思いますけども。そうですね、一番最初ご縁いただいた時に、その僕はマジックを、まあ、マジックがすごい好きで、そのマジックを披露してたんですけども、そのマジックとちょっと仏教の話をこう絡めてやっているのを見ていただいて、まあ、それをすごいこれはいいからこうやっていったらいいよって言ってくださったんですね。まあ、それを僕も鵜呑みにして、このマジックを通じて仏教をお伝えするってことを今も続けさせていただいてるなというふうに感じます、ね。まだ当時マジックとね説法っていうのがまだ体制されてなくて、じゃあそれをどうやって広めていこうかっていう時に、天明寺では毎年白菜火事というものをやっているから、うん、その時に男信徒の前で披露しながらしていったらいいんじゃないかということでね、来ていただいたというふうに思います。そうですね、あまり僕も活動まだ全然そのマジックとお説法をこう絡めた講演活動っていうのは全然していなかったですし、その当時は学生で何もしてなかった、マジックが好きだだけだったんですけれども、講演活動を本格的にこういうふうにしたらいいんじゃないかって、まあ本当にご住職からアドバイスをいただいてですね、構築していったというか、でその構築していったものをまた天明寺さんで披露させていただいて、まあ本当にまだ初めの方は本当にたどたどしかったですけども、こうずっとそれをまあ見守ってくださったというかやってくださって、今まあこうやって皆さんの前でまあ少しばかりですけれども、まあ、披露できてるなっていうのはつくづく感じます。時に思ったのは、マジシャンということがまず一つのキーワードで、でそれからお坊さんっていうこのキーワードがあって、我々はお坊さんであるけども、でもマジックができるっていうのはやっぱりこれ裕介さんしかできない、その2つを掛け合わせた状態はこれはもう、まあ、布教というかね、皆さんに、仏教の良さだったり真言宗の良さだったりお大師さんの良さだったりというものを伝えられる一つのもう明確なツールになっているんじゃないかなというふうに思いますよね。おっしゃるように、僕もそのマジック、結構今エンターテインメントをするお坊さんってたくさんおられて、まあ、素晴らしい方もたくさんいるんですけれども、なんかそのエンターテインメントが主になってしまって、エンターテインメントをするこのお坊さんの衣装を着た方ではなくて、僕はもうやっぱり仏教をしっかりとお伝えしていきたいっていうふうに考えて、本当に今おっしゃるようにこのマジックはツールというか方便である、これはぶらさずに仏教をお伝えしていきたいなっていうのは今も感じてます。そうですね、裕介さんもなかなか関東の方に出てくる機会もなくて、僕もなかなか関西の方に行く機会もないから、じゃあ神田の駅のありました神田の駅で、そうそうそう、神田の駅で落ち合おうということで、はいはい、神田の駅で落ち合って、はい、で時昼間から、ね、ビジネスホテルに坊さん2人で入って、ね、それで、まあ、中で2人でパソコンを見ながら、こういうことをやって皆さんやってると、そういうことを話をしたっていうのをよく覚えてますけど。そうですね、そのお昼間にビジネスホテル、しかもこの坊主の男性2人が入るもんですから、まあ怪しまれたというか、もう結構ロビーの方も
普段絶対そんな顔してはいけないと思うんですけども、すごい怪しい顔で見てられたというか、でもそれでビジネスホテルの中で熱くいろいろなお話聞いたりとか、また僕も語らせていただいたりとかして、あの時のことはよく覚えてます、いろんな意味で、ね、別に2人はそういう関係じゃないですけどだけど2人で、男2人でビジネスホテルに2人で入ってっていうのはなかなかね、なかったというふうに思います。それからそれこそ10年ぐらい経っちゃってね、はい、あっという間に10年ぐらい経っちゃって、うん、今じゃ天明寺の行事では祐慶さんが欠かせないというような形になってますよね。僕はもう本当にすごい端的にお伝えすると、僕は祖母が亡くなったことをきっかけにお坊さんになったので、お坊さんに対しての思い入れっていうのは僕の中では強いですね、うん、祖母が亡くなったその祖母にお経を唱えてあげたいって思いで、うん、仏教このお坊さんを志したので、今もこうお葬式とかをたまにさせていただきますけれども、このお坊さんっていうのは大役を任せられるこの職業、まあ、住職って言えば職業と言いますか、なのかなっていうのは最近より強く感じるようになりました、うん。お坊さん方がどのようにそのお坊さんをこう、ね、ご自身 の, その職業と見られているのかは全然わからないですけども、僕の中では本当に何ですか、もう名誉あるお役目であり必ず必要な職業だなというふうにも感じています、うん、今は仏教を広めるツールとしてマジシャンと説法の他にもうすでに YouTuber としてそうです、はい、一応会社を設立させていただきまして、自由株式会社ということで、主に、まあ、この寺院であったりを撮影させていただいて、また語りですね、仏教を語るお坊さんを撮らせていただいたりとか、またそれ以外にもその語り系 の, この動画撮影を専門に、お仕事として、まあ、させていただいてます。高野山真言宗の方でもいろんなお話があって、こう活躍されてるって聞きましたけど、おかげさまで、まあ、その全然もうまだまだなんですけれども、本山布教師、まあ、心得として本山でお役目いただいてお話しさせていただいたりもしています。高野山真言宗の公式ホームページの、高野山の法話というのを担当させていただくことになって、それもアカウントを僕が運営させていただいて、もう皆さんにより仏教を知っていただくツールとしてこの YouTube を使って発信しています。まあ、その中でちょっと本山ではなかなかマジックを披露することができないんですけれども、仏教をお伝えするツールとしてお話だけで、まあ、それでも皆さんに仏教をお伝えする、まあ、お役目いただけているというのはありがたいなというふうに感じます。やっぱりお坊さんじゃないとできないことっていうのを本当しっかり踏み込んでね、言ってるような感じがするんで、そういうところは我々も見習っていかなくちゃならないなというふうに思いますし、もっともっと今ね、宗教離れっていうのが増えてるから、先ほど言った一つのツールとしてね、お寺をよく知ってもらうという点ではすごくいい活動だというふうに思います。ありがとうございます。観音寺五大院というところで、うん、まあ、ご住職として活躍されるようになったんですけど、まあ、こういう新型コロナウイルスの影響なんか考えると、このように YouTube みたいな配信で全世界の方にこの配信することができるわけだから、そういうのを使ってやっぱり布教活動を続けるっていうのも新たな試みなのかなというふうに思いますけど、そういうことについてはどう思いますか？いや、僕もそのこの YouTube っていうものをこれから使っていくっていうのは大事かなと思います。この使うにおいてすごい注意しないといけないなと感じるのが、その何のためにやってるかっていうことを明確にする必要はあるのかなっていうふうに思います、うん、このお寺に来ていただくためにやっている、仏教を伝えるためにやってるっていう、その、ま、この目的があると思うんですけども、この目的をしっかり明確にする必要があるのかなと。そうしないと何のチャンネルか分からなくなって、うん、結局誰もが見ないようなものになっていくのかなと。いずれにせよYouTube だからといって対人というか、この営業がインターネットに移ろうとも誰を相手にしているか、それは人だと思うので、その人というものをしっかりと、人への思いやりであったりとか、その人というのを思って発信していくっていうのが、まあ、これからは大事になってくるんじゃないかなと僕は強く思っています。
僕はあの会社を立ち上げて思ったんですけど、僕会社を立ち上げる際にも僕が大事にしてることっていうのがもう仏教の考え方で、うん、今までの資金集めであったりとか、それこそ、今までのお仕事をいただいた、この経緯も全部僕は仏教の考えによってるというか、うん、僕すごい悲しいのが、なぜか資本主義社会になると仏教が通用しなくなるようなこう考えを持っておられる方がいるというか、なんかもう別々のもんだというふうに思われがちですけれども、僕はそんなことないと思ってて、あの仏教の考えをしっかりと学べば、もうあらゆる自己啓発の僕は根本に仏教があるというふうに考えてて、だからその経営っていう言葉って、あのお経を営むって書きますから仏教用語なんですよね。そのしっかりと人様のお役に立って、それがお金という方便で返ってきて、またそれを人々にこうお渡しするっていうのが本当の経営かなっていうふうに僕は最近思うようになって、なるほどね、はい、これからはそういう思いでこれからもこの会社を運営できたらなというふうに考えてます、うんうん、宗教を要するに金儲けのまあ手段として使ってる方も中にはいますけど、その辺についてはどう思いますか？そうですね、まあ、僕はあまりその辺に対してすごい批判的に見てるわけではないんですけども、本当にその人々のお役に立っているんであれば、その正当な金額の料金をいただいていいのかなというふうに思います、うん、もうそこのさじ加減がその良い悪いというのを決めるのかなというふうに感じますね、うんうん、お布施がね高いとか安いとかっていうふうな言い方をよくするじゃないですか、はい、その辺についてはどう思いますか？そうですね、そのもしその高いと思われるんであれば、それはそこに行かなければいいと思いますし、でもそのご住職に拝んでほしいとおっしゃるんであれば、その金額を払ってもいいのかなと。その辺は僕はもう資本主義社会の中からのそのルールは出ないのかなっていうふうに感じます、うん、もうそれは選ぶのはそれこそお客様という形になるんであれば、それは決めれるのはその方々ですので、うん、その方々が高い安いでおっしゃるんであれば、ご自身の納得のいく方にお願いするのがいいのかなというふうに感じます、うん、お葬式をお受けする時も、うん、法事をする時も僕金額一切もう聞かないのと、あと僕はもうあの見ないんですよ中身をっていうのを見てしまうと、いや僕も人間なんで、あ結構入ってたなとか安いなとか思ってしまうと思うんですね。だからもう見ずに僕はもう会計の方にあのお渡しすることにしてて、もうだから僕の中ではもう高いとおっしゃるならご自身の納得する金額であのさせていただきますと、お布施いただくことはありますけれども言わないですね僕の方からは。ちゃんとお役に立ってた皆さんの心にあの触れるような、まあこのお役に立つことができていたら絶対な後々入ってくるというか、ああまあ確かにね、そのもう要はマネージャーこのお金がいつ入ってくるかすぐもらおうとするんではなくて、うん、後々にちゃんとそのなんて言うんでしょう、やっぱり あの時は全然進めなかったんでって言って後でくださる方もおられますし、まあ、それは本当にその通りね。そういう意味ではお坊さんというのは、まあ、その形は僕すごい好きですね、うん、そういうふうにできたらいいなっていうふうに今は思ってます、うん。あのおかげさまでちょっと自己啓発のセミナーなんかでも一人僕がお坊さんがいてたり僕がさせていただいたりもしますし、経営に関しては僕はそんな皆さんにお伝えできるような知識もないですけれども、そういう経営者の方々にあの仏教をお伝えするというところでは、まあ僕なんか全然すごくないですけど仏教の話したら皆さんすごい聞いてくださるんですよね。経営者の方なんかもすごいそこをすごく聞いてくださるので、まあそういうのを見ているとやっぱり仏教ってすごいなって思いますね。ですからまあこういう活動はこれからも続けていきたいと思います、はい、将来は仏教を広めるということが僕の中での大きな目的ですので、それを今はまあ動画を制作することであったりとか、またそのインターネットで発信することを大きな方便としてやっていくと、うん、でこれもまた流行り廃りがあると思うので、その時にはまた方向を変えて別に動画編集にこだわるんではなくて、インターネットにこだわるんではなくて、その時にあった方法で仏教を説いていきたいなというふうに思ってます、うんうん、なるね。今日は第1回目の、まあ、ゲストという形でねお招きして、来ていただきました。もう天明寺には数えると年に何回も来てもらってますけど、ね、毎回毎回どん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 ね、いろんなマジックの技だったり、お話だったりが皆さんすごく楽しみにありがたいです、してますんで、おそらく一番楽しみにしてるのはうちの次男じゃないかなと思いますよ、ね、いつも前で見てくださって最近じゃあそのネタまでバラしちゃうようなことになっちゃいますけどすごいいいアクセントをいつもくださいます、ね、
そんな形で今日はゆうけさんとお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。